Bonjour, こ,んにちはこのビデオで簡単な本の紹介ができるようになります。ぜひ見てください。いつそれが必要かと言いますと、もちろん会話の時に自分が好きな映画自分が好きな本の紹介をすることはあると思います。でもそれだけではなくて、 試験、普通験でもこの質問されることがあると思います。ですので、ちょっとした準備をした方がいいかなと思います。意外と難しくないです。あと簡単に説明ができるようなコツを紹介しますので、ぜひこのビデオを見てください。それでは始まりたいですね。今日は、あの、せっかくですから、星のおじさまを紹介したいと思います。Donc、le titre タイトルは ?Le Petit Prince。そうですね。タイトルを教えないとちょっと困りますね。Le Titre c'est Le Petit Prince。書けるかなはい、uh,。あ、そうです。誰が書いたですね。

わかると、やっぱりいい情報になると思います。で、今のところですね、短い文章ですね、長い文章は基本的に使わなくても大丈夫。とっても自信がある方はもちろん長い文化言ってもいいんだけれども、も間違いのない簡単、主語、動詞、目的語、ちゃんとした関心を使った文の方がおすすめとされています。 もちろんそれを完璧にマスターできるのであればもう少し難しい文言ってもいいんだけれどもまず簡単な文でいきましょうでその後はその物語のちょっとした紹介したいですね相手が読みたくなるような紹介ですねそれが大事ですね c'est l'histoire c'est l'histoire de でこれからまた簡単なことですねおすすめします まず、その登場人物の、一番大事な登場人物のあのことを言いましょう。セリス t l h ダン・ t ンフ r ン、d'un e 子供ですね。子供の物語です。セリス t l h ダン・ t ンフ r ン。で、これで終わります。難しい部分は結構です。で、その子供の説明をします。i l これは純粋ですね。Ile pur.Ile pur. で、あとは、 この物語の中で。で、すかこのヤジュ・シュ・で、地球で旅していますね。イル・ウォヤジュ・テ人生を乱す、発見する。人生はどんなものかわかるようになります。で、そうすることによって、 Saint-Exupéry, non. Ma, ses cahiers de visite de nos idées, que je comprends. C'est un très bon livre, je pense. Mais on peut en faire une présentation simple. Réessayons. Le titre c'est Le Petit Prince. C'est un roman de Saint-Exupéry. C'est un livre de 1943. C'est l'histoire d'un enfant

それが、それ言わないと、やっぱり自分の気持ちが伝わないと、ちょっと寂しいですね。ですので、そのことを言ってください。気をつけたいといけないところが、ルーティートですね。そこで定冠詞。ごめんなさいね。この監視の話をしてすいませんけれども、ここも大事ですね。簡単な文はいいんですけれども、監視は間違わないであります。タイトルは決まっているので、ルーリヴァ。

イ、so, 今この本の話をしていますので、だからスーですね。意外と簡単ではないけれども、とっても勉強になる。自分で書きたいで練習をしたいのであれば、僕に,に連絡してください。個人レッスンをやっています。はい、今日このビデオで終わりにしたいと思います。普通剣の勉強をしたい方は、 絶対登録をしてみてください。それでは、おーら